こんにちは、春です。今回は慎吾くんも出演したドキュメンタリーを見た感想について話していきます。 Amazon プライムで配信されているんですけれども、8月17日のその0時日付が変わった瞬間から配信がスタートしました。僕もすぐに見まして、その感想について話していきたいと思います。4話に分かれてるんですけれども、全体を通して2時間ちょっとだったと思うので、もう見ようと思えばあっという間に見れました。このドキュメンタルについては先日の動画でもいろいろ話してるんですけれども、僕は Amazon プライムで配信されているドキュメンタル自体を見たことないんですけれども、そのスピンオフですかね、フジテレビで放送された女子メンタルとイケメンタルっていう2つの作品については見てました。当時リアルタイムで見てて結構面白いなって思ってたんですけれども、そんな番組本編に慎吾くんが出演するっていうので嬉しくもあり、ちょっと心配だなって思ってたんですけれども、それが残念ながら当たってしまったっていうのがまず感想としてあります。全体の感想をまず言うと、やはり今まで芸人さんを中心にこうやってきた番組で、今回は芸人さんが一人も出演しないっていうので、新たな挑戦っていう意味もあるんでしょうけれども、やはり芸人が出る番組というのでコアなファンもたくさんいる番組だと思います。そういった中で今回のようにアーティストとかアイドルみたいな方たちが出るというのにまず拒否反応を示す方も結構いるだろうなというふうに思います。そして全体を見ての感想ですけれども、正直全体的に面白くなかったなっていうふうに僕は思いますし、ツイッターでのね感想とかもいろいろ見てると、やっぱり賛否両論分かれてる。この賛否両論分かれるっていうのは、どんな番組でもそうだとは思うんですけれども、ただ否定的な意見が2割とか3割ぐらいだったら別にいいと思うんですけれども、今回僕が見てる限り結構本当に半々ぐらいかなと思います。いろいろこう見てると今までで一番面白かったとか、もうかなり爆笑したみたいなことをツイートしてる方もいるし、逆にもう全然面白くない、過去一番つまらない回だったっていうのも見ますし、この半々っていうのがね、やっぱり否定的な意見がこれだけ半分もあるとね、結構ちょっときついなっていうふうに思いますね。ただ中にはね、ドキュメンタルをおそらくこう全部見てる方のツイートなんでしょうけれども、今回が11回目なんですけれども、今回から面白くなかったっていうよりかは、もう5回目とか6回目ぐらいからずっと結構つまんない回が続いてるみたいな感想を言ってる方もいますね。最終的には貴乃花さんが優勝するんですけれども、あれは納得ですよね。もう今回一人だけ群を抜いてちょっと面白かったというか、もうちょっとずるいなっていうぐらい面白かったですね。僕が今回見て結構面白いなって思ったのもほとんどが貴乃花さん絡みのところでしたね。順番に気になった点についてちょっと話していきたいと思います。まず最初に慎吾くんがこう招待されて出演が決まったっていうところで、インタビューみたいなのを受けてるんですけれども、そこで松本さんにハマりたいですとか、これはもうオーディションだと思ってますみたいなことを慎吾くん話してるんですけれども、おそらくその話してる VTR を松本さんも多分見てるかなっていうシーンがありましたね。松本さんがちょっと前のめりに VTR 見てましたけれども、その時の松本さんの表情なんかがすごくなんか嬉しかったなっていうふうに思います。ちょっとなんか涙目になってるようなふうにも見えましたけれども、あれがなんかちょっとしたシーンだったんですけども、すごく嬉しかったですね。そして本編スタートするんですけれども、結構最初の方で貴乃花さんがブーブークッションを膨らまして自分で座って鳴らすっていうのをやるんですけれども、1回目はこう普通に音が鳴るんですけれども、そのまま続けて2回目もこう鳴らそうとするんですけれども、2回目こうソファーに置いて自分が座ったタイミングで まさか鳴らないっていうくだりがありましたね。あそこが最初まず面白かったですね。結構他の出演者も来られてたと思うんですけれども、あそこがまず1箇所目の面白い点でしたね。その後が結構あんまり面白いシーンがなかったですね。他の出演者もいろいろやるんですけれども、いまいち面白くないなっていうのが結構長い時間続いてて、その後面白かったものもやっぱり貴乃花さんですよね。ヒロさんが森進一さんの写真とかこう出していって、そこにこう変な一言が書かれてるんですけれども、それを貴乃花さんが読んでいくっていう、ただそれだけなんですけれどもめちゃくちゃ面白いですよね。あそこからもう貴乃花さんのこうゾーンに入ってるというか、もう何言っても面白いみたいな、あれはずるいですよね。ここで慎吾くんも1回目のこう笑ってしまいましたね。今回そんなに面白いシーンは多くなかったんだけれども、ただクスクスと笑ってしまいそうになるシーンはもちろんたくさんありました。で、今回思ったのが出演者が結構笑い我慢できるのすごいなっていうふうには思いましたね。僕が前見たイケメンタルとか女子メンタルっていうのは結構最初の方で笑う方も多かったと思うんですけれども、今回すごいみんな我慢よくできるなっていうふうに思いましたね。
慎吾君は残り時間が40分とか50分ぐらいだったと思うんですけれども、3回目ですかね、笑ってしまって退場っていう風になりましたね。最終的に優勝したのは貴乃花さん。もうこれはもうこの人しかいなかったし、逆に今回貴乃花さんいなかったらとてつもなくつまんない回になってただろうなっていう風に思うので、ある種感謝ですよね、貴乃花さんに。慎吾君にしても、正直今回面白いなって思ったのは僕はなかったかなと思います。あのダンスを踊るくだりだとか、マヨネーズを隠れてこっそり食べてるとかはちょっと面白かったですけれども、ただあそこからもうちょっとこう何か発展していけば面白いんでしょうけれども、あれもカットはされてたかもしれないですけど、マヨネーズちょっと食べてもそれで終わってましたからね。その後のなんかこうモノマネだとかいろいろちょっとちょこちょこやってたんですけれども、やっぱりちょっと面白くなかったかなというふうに思います。今回これを見る前から僕は多分慎吾くんってこういうの苦手だろうなっていうふうには思ってたんですよ。慎吾くんってこうバラエティスキルとかもちろんすごくあるんですけれども、ただ慎吾くんが得意なのって結構いろいろトークとかをこう自由にしていく中でこうボケてみたりだとかちょっとオチをつけたりとか、そういったのが慎吾くんってすごく上手なんですよ。今回ドキュメンタルみたいにこう、必死にこう誰かを笑そうみたいな、そういうのって多分慎吾くん苦手というかあんまり得意じゃないだろうなって思ってたので、見る前から結構僕は心配してたんですけれども、むしろねこういうのは五郎ちゃんとかつよぽんの方が吹っ切っていろいろやるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。多分オファーする側、松本さん自身が慎吾くんっていう風に指名したかは分かんないですけれども、ただ誰か新しい地図の誰かみたいな中でスタッフとかは、じゃあ3人の中だったら香取さんが一番向いてそうだなって思って多分選んでくれたと思うんですけれども、ただ実はね他の2人の方がこういうのは向いてる気がしますね。やはり今回はキャスティングもちょっとどうだったかなっていうふうに思いますね。いきなり芸人ゼロの回をやるんではなくて、今回も1人か2人ぐらい芸人が入っていればもっと流れとかこうテンポも良かったんじゃないのかなと思いますね。今回7人ともやっぱりこう笑わないっていうことに意識をめちゃくちゃ持っていっていたので、会話もものすごく少なかったと思うんですよね。いろいろ編集とかされてる本編を見てても沈黙とかこれ流れ悪いなっていう風に僕は見てて思ったんで、実際現場はもっとそういった雰囲気だったと思うんですよね。やっぱりああいった番組ってもちろん自分が笑わない、笑わせてやるっていう意味で全員こう敵同士ではあるんだけれども、一つの番組を作る上でこうちょっと協力したりだとかね、いろいろ突っ込んだりとか流れを良くするとか乗りよく行くとかっていうのは絶対必要なんですけれども、今回それを考えてる人がほぼいなかったような気がしますね。最年少のヒロさんが途中からこう裏回しとかをちょっとやるようにはなってましたね。あれも多分ちょっとまずいなこれって思って、試行錯誤していろいろやってくれたとも思うんですけれども、今回7人の中にザ・バラエティタレントみたいな人たちがほぼいなかったっていうのもちょっとあれですね。ギリギリ上地さんかなっていうぐらいですけれども、地上波でやってたイケメンタルとか女子メンタルだとやっぱり普段からこうバラエティにガンガン出てる人とかちょっと体張ったことをやってるタレントさんっていうのが結構いたからやっぱ面白かったっていうのはありますよね。今回の7人だと正直なんかこう必死感のある人がほぼいなかったですよね。こういったキャスティングのさじ加減とかはすごく難しいと思います。スタッフからすると今までこうずっと見てきている熱心なファンの人たちにも引き続き見てもらうっていうのも大事ではあるんですけれども、それと同時に今まで見たことない人にも見てもらいたいっていうのはあると思います。そういった意味では今までドキュメンタリー一回も見たことないけれども今回初めて見たっていう、そういった人たちはねたくさんいるとは思います。全体的にはちょっと物足りなかったですけれども、まだ見たことないっていう方はちょっと一回見てみてほしいですね。本日の動画は以上となります。皆さんの感想などあればコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよかったらお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。